今年の5月、平成28年の5月です。伊勢志摩で主要国首脳会議 G7 サミットが行われましたね。で、この際、我が国の安倍晋三首相を含む首脳全員が伊勢神宮の内宮を参拝しました。この写真ですよね。これ内宮前の記念撮影ですよね。各国首脳です。で、伊勢神宮の内宮に祀られておられますのはもちろん太陽を神格化した神であり、皇室の祖神たる天照大御神ですよね。つまり G7 の首脳は天照大御神に一礼を捧げたことになるんです。このことは後に大きな意味を象徴的に持ってくると思います。で、内宮前で各国首脳が勢ぞろいした写真がこれ公開されましたね。で、これが世界でどれだけ大きな出来事だということを皆様はどれだけご理解されておられますでしょうか。我が国は大東亜戦争後に GHQ によって発せられた新東司令、これによって神道と国家が切り離されると同時に神道が単なる一宗教の扱いを受けることになってしまいました。で、その結果国家神道や神社神道に対する国家の支援も禁止されましたよね。これには神社をいずれ自然消滅させようという GHQ の意図があったと思われています。で、これ以降我が国は神道と国家との関わりに否定的となり、例えば靖国神社への玉串料を公費で負担させることが最高裁の判例によって憲法違反とみなされてしまいました。愛媛玉串料訴訟のことです。しかし世界主要国の首脳はそんな我が国によって作られた常識に見向きもせず堂々と伊勢神宮の内宮に参拝したんですよ。政教分離とか憲法違反とかそんな範疇を超えてるんですね。で、そんなことは各首脳の記帳の内容からも明らかです。伊勢神宮の内宮参拝に際しての G7 首脳の記帳は以下の通りです。アメリカのオバマ大統領、行くよりも渡り癒しと安寧をもたらしてきた神聖なこの地を訪れることができ非常に光栄に思います。世界中の人々が平和に理解し合って共生できるようお祈りいたします。フランスのオランド大統領、日本の源であり調和尊重そして平和という価値観をもたらす精神の崇高なる場所にて、ドイツのメルケル首相、ここ伊勢神宮に象徴される日本国民の豊かな自然との密接な結びつきに深い敬意を表します。ドイツと日本が手を取り合い地球上の自然の生存基盤の保全に貢献していくことを願います。イギリスのキャメロン首相、当時です。この当時はまだキャメロン首相でした。日本での G7 のために伊勢志摩に集うに際し平和と静謐美しい自然のこの地を訪れ英国首相として伊勢神宮で敬意を払うことを大変嬉しく思います。次はイタリアのレンツィ首相、このような歴史に満ち示唆に富む場所で素晴らしい歓待をいただきましてありがとうございます。主催国である日本と我々全員が人間の尊厳を保ちながら経済成長及び社会正義のための諸条件をより力強く構築できることを記念します。カナダのトルドー首相、伊勢神宮の調和に繁栄と平和の未来を作るという我々の願いが映し出されますように。で、G7 はですね EU も入ってます。 EU のトスク欧州理事会議長、つまり理事会の議長ですね。 EU の政治と施策の場、そして日本についての深い洞察
どうもありがとう。で最後、EU のユンカー欧州委員会委員長、EU の委員長ですね。この地で目の当たりにした伝統と儀礼に敬意を表す。皆さんどうですか、これ。この全員の貴重。こうやって今、何なの全員の貴重を皆さんお読みになっていかが思われます。ね、G7 の各首脳は伊勢神宮の内宮参拝に非常に好意的でした。あるいは、ひょっとしたら内宮に祀られたアマテラス大御神のご存在を心の中で実感したのかもしれませんね。で、これ非常に画期的なことなんですよね。なぜなら宗教絡みでしょ。宗教絡みの場合、それがその国にとって問題ありということになったら、ましてこんな G7 でしょ、サミットの件でしょ、絶対に行きませんって、絶対に認めませんよ、世界各国は。それがやばいと思うんだったら、これが例えば自分が抱えている国の宗教とのいろんないさかいをもたらす原因になるんだよ。宗教の場合にいさかいほど怖いもないですからね。その宗教のいさかいをもたらすと思ったら、各国首脳は絶対にノーというふうに決まっている。ところが各国首脳は喜んで参拝してるんですよ。それがこの貴重な内容からも明らかです。これは我が国の神道は我が国よりも世界の人々の方がよく分かっているという裏返しじゃないですかね。神話通りは特に神道だけじゃない、アマテラス大御神のご存在はもちろん日本神話です。日本神話の決められたアマテラス大御神のご存在に各国首脳が心の金銭に触れたからじゃないですか。そんな我が国ですが、長い間神話が絶えず意識されてきたのも事実です。しかし GHQ による占領下で日本を罪深い国に仕立て上げたウォーキルトインフォメーションプログラム WGIP ですよね。日本人に戦争犯罪者意識を刷り込む計画です。これについては去年のちょうど今頃の第50回歴史講座で、私が申し上げた通りなんですけども、これによって戦後70年を経た今もなお日本国と日本民族と洗脳し続けているんですよね。その洗脳でも、その洗脳は各国 G7 の各国首脳には全く通用しなかった。見てください、この笑顔。安倍首相はもちろんのこと、このオバマ大統領もメルケル首相もキャメロン首相もみんな大喜びじゃないですか。おそらくこんな地で記念撮影できるなんて言ってワクワクされてると思うんだよ。ワクワクしてると思うんですよ、これ。もうこの写真だけで分かりますよね。特にオバマさん、何ですかこのオバマさんのこの笑顔、ね、こんなオバマさんの顔見たことないですよ。でこの間、G20 やったかな、 G20 やったかな、 G20 でプーチン大統領と会見した時の厳しい顔とは全然違いますよね。さて、この WGIP による影響は残念ながら我が国の歴史教科書にも確実に現れています。例えば今回の伊勢神宮内宮に祀られておられるアマテラス大神や我が国主外の神武天皇などの神話の記載がほとんど見られません。で、その理由としては、例えば神話は空想的なファンタジーであり教科書に載せるべきではないというのもあります。なるほど、神話は嘘の世界だ、そんな嘘の世界を載せたらあかんと。いや、その一方でなんでアダムという話をあなたもしてるんだと思うんですが、まあそれはともかく、しかしながら戦後のさまざまな発掘調査によって実は神武天皇が残された足跡が地質学的に確実に証明されていることを皆様はご存知でしょうか。歴史学じゃないですよ、地質学ですよ。これはこんな過去だのもないんですよ。で、その根拠の一つは実は私が住んでいる
大阪にあるんですよ。大阪湾といえば遠浅の海岸ですよね。で、大阪という地、大阪という地は遠浅の大阪湾の海岸沿いから広大な大阪平野が生駒山地まで広がっているというのが今の大阪、そのイメージですよね。ところが今から2年前の大阪はこんなんだったんですよ。今から2万年前の大阪はこんなんです。海です。川、これ見てください。ここ川内湾です。で、ここ JR の大阪駅です。で、ここ、これは線引きますよね。これ全部、これ堺の工業団地、これ南港、これ、夢島、全部海だったんです。で、この先っぽ、これが大阪城建ってるところです。これが2万年前です。2万年前にはこれ河内湾と言います。河内湾と呼ばれる海が生駒山のふもとにまで、これ生駒山でしょ、生駒山のふもとにまで広がっちゃったんですよ。で、これは縄文時代の約6000年前がピークとされる海水面の上昇が原因とされ、そうなんですよ、海水面上昇しちゃったんですね。ちょうど2万年から1万年から溶けたじゃないですか。地表が上がって、地表はね、海が広がって大陸から切り離されたじゃないですか。で、それでピークになっちゃってこんな状態だったんですね。で、実はこの生駒山西麓の大阪府東大阪市の付近で、皆さん、マッコウクジラの骨が見つかってるんですよ。そう、この河内湾はクジラが泳いでたんです。だって今東大阪市って完全な陸地ですよ。そんな陸地にマッコウクジラの骨普通見つかりますか。そこが海であったっていう明らかな証拠ですよ。で、その後温暖化や土砂の堆積によって上町台地の北側、北側に位置する河内湾と大阪湾との連絡口が狭まり、今から3000年から2000年前にはこの湾が埋め立てられて干潟になっちゃったんです。湾が埋められて干潟です。これ干潟になって堆積しちゃったんですよ。土砂が堆積して長い間の歴史によって、で、その結果ここが河内ガタと呼ばれるようになったんです。今から3000年前から2000年前にかけてこの地域は河内ガタになったんです。で、さらにその後1800年前から1600年前 前にはこの湾口が完全に閉ざされて淡水化して河内湖になっちゃったんですよ。こういう流れなんです。河内湾が河内潟になり、さらに淡水化した河内湖になってしまう。で、この頃にはもうすでにほら陸地が出来上がってるんですよ。こんな感じ、淀川はこの時にできてる。まあ、これは今回東京公演ですので皆さん馴染みないかもしれませんけど、いや、逆に馴染みない方が公演しやすいんですよね。この大阪の地を一から進めていきますから、ね。さて、河内でこれがね、やがてこの湖もどんどん土砂が入っていって今の大阪湾、大阪平野として平地化されていったんですよね。つまり大阪はもともと河内湾と呼ばれる海だ。それが干潟の土砂が溜まって干潟になって河内潟、さらにそれが淡水化して河内湖で、それで今 の大阪平野となってきたという、そういう歴史があるんです。これは実はボーリング調査なんかで明らかになっています。そうなんですよ、ボーリング調査によってこういった事実が戦後に分かったんですよね。さて皆さん、河内潟の頃の話に戻りましょうか。河内潟です。で、この河内潟の頃はここに現在の大阪城があります。この大阪城から、南に伸びる、実はこれ上町台地と呼ばれるところなんですよ。そう、上町台地は昔はこんな岬だったんですね。今でもこの上町台地といって大阪一地盤が硬いところなんです。ここ大阪で一番地盤硬いんです、この上町台地で。
で今でもね、皆さん大阪江戸って昔ね、東京の話になりますけど、東京は昔小山がいっぱいあったんですよね、江戸と呼ばれる時は。でその小山の土を削って埋め立てて築地って言ったんですね。築地っていうのは埋め立てで新たな土地作れますよね。だから築地っていうんですけど、それ逆に言えばそんだけ土砂を切り開いてもやっぱり坂が残るんですよね、小山がいっぱいあるから。だから渋谷とか日比谷とか四ツ谷とか谷が多いし、道玄坂とか坂って地名赤坂とか坂も多いですよね。厳密に東京って結構坂道って多いですよね。急激な坂道も多いですよね。大阪はほとんど平野なんですけど、実はこの上町台地の近辺だけ強烈な坂があるんです。皆さんも一回ね、天満橋っていうところ、もう京阪電車の天満橋っていうところあるんですけど、その天満橋の端が大阪城なんですよね。そこにかけて皆さんびっくりするぐらい急激な坂ありますよ。え、何これよって。実はそれは上町台地の端っこなんですよね。で、こんな上町台地で、この上町台地の北側がこの片口、こうですね。で、これ急にして、こんだけ急に狭まるでしょ。で、しかもまだ海です、干潟ですから海です。ということは引き潮の際どうなんでしょうね。引き潮の際にはこの肩の水が開口口から勢いよく流れてますよね。水が引くときは、潮が引くときは、ここに溜まっている、肩に溜まっている回数が一斉に流れ出しますよね。で、その一方、満ち潮、満潮になったらどうなります。逆流するでしょ。海の、大阪湾の海の水が開口部を通って海水が肩内部へと逆流していきますよね。このこれはもう地質学でも常識中の常識ですよね、これ。で、皆さん、実はね、この様子がね、8世紀に編纂された日本書紀に書かれてるんですよ。日本書紀にはこう書いています。よりて名付けて七早国という、また何はという、今し何はと言えるは横なまれるなり。そう、皆さん、引き潮の時は開口部から外へ、満ち潮の時は開口部から中へ、海水が勢いよく流れたり入ったりします。その波は非常に速いです。そこから波早ときて何波というようになったんです。で、この波が非常に泳ぐ、波を漁するのが難しいということで難波、そう、南の中心地が難波と呼ばれたりするのはここが由来なんです。南の中心地が難波と言われたのはここが由来なんですよね。つまり地質学と危機の両方にルーツがあるんです。地質学と危機の両方にルーツがあるんですよ、この難波、何波というのは。で、皆さん、で、なおね、河内方の頃にこの先の尖った形をした上町台地ありますね。これは何話の岬と呼ばれていたそうです。難しい波の岬とか言ってね。で、さらにはですね、神武天皇が大和の国を目指して統制された際に、これは後でまた詳しく言いますが、大和を目指して統制されていた際に、大阪湾から現在の東大阪市に船で移動したという話が日本書紀に見られるんですね。長曽根彦と対決するときに船で東大阪市に向かって、今の東大阪市に向かったという話が伝わるんですが、実はここにも地質学的に証明できる記述が見られるんですよ。これです。松に何輪の岬に至る時に早波ありて花肌早きに会う、これ日本書紀の記述です。現代語訳するとこういうふうになります。
なにわの岬に着こうとするとき、早い潮流があって大変早く着いた。これが現代語訳です。皆さん分かりますか？つまりね、この一文は神武天皇のご一行が河内方の狭い海溝部から流入する潮流によって一気に肩内部に侵入し、なにわの岬に着いたことを物語っています。ここでしょ、さっきの図に戻りますよ。ここですよ、ここ、この狭い海溝部、満ち潮の時は海水が逆流します。その波がむちゃくちゃ速いです。だからなにわって言うんですけど、この速い波に乗ったらどうなります？あっ、こっから行ったらあっという間にこの海溝部着くじゃないですか。この話が実は日本書紀に残ってるんですよ。これ地質学的に証明されてるんですね。しかもこれは河内方の時代じゃないと無理です。なぜか見てください。河内湾の頃であれば長曽根彦の戦いでないじゃないですか。海じゃないですか。じゃあ長曽根彦の戦いは陸戦ですよ。日本書紀に書いてあるのはこれじゃあ海戦じゃないですか。壇ノ浦じゃあるまいし。で、じゃあ川内湖の時は、皆さん琵琶湖の流入口を思い出してください。琵琶湖の流入口を思い出してください。完全なのはもう普通の波でしょ、淡水化してるから。だからこの速い波っていうのはもうこの時期はありえないんです。琵琶湖の海溝口がお静かな流れになってる。もう土砂が堆積して流れるっていうのはもう水淡水化してしまってるからありえないんです。つまりこの河内方の時代でなければ、さっきの、速い潮流があって大変早く着いたとはならないんですよね。ということは神武天皇の統制は今から約3000年前から2000年前の河内方の頃に行われたことになりますよね。でその一方で神武天皇が即位されたのは今から何年前ですか？2676年前でしょう。そう、河内方の時代とぴったり一致する。つまり神武天皇の統制は地質学的にその正しさが証明されているという明らかな証拠なんですよ、これ。